こんにちは、ハングルノートの加藤です。今日はですね、韓国で住んだオクタバンの家を紹介したいと思います。いや、ここね、マジで景色最高なんですよ。ここ今もうエレベーターないんですけど、階段で上がってきて今屋上にいるんですけど、こう見ていただきましょう。すごい景色ですから、じゃん、見てください。いや、めちゃくちゃ綺麗。もうね、ここ来た時に、あ、ここ住みたいって思いましたもん。一回ちょっと見学に来たんですけどね。向こうの建物分かりますかね。あそこホンデなんですよ。ホンデックの駅が徒歩3分ぐらいで行けるかな。めちゃくちゃ立地も良くて、で向こう側行くと繁華街なんですけど、こっち側はね、あの空港線がある方で結構静かなんですよ。なのでもうめちゃくちゃ夜もここで楽しめました。ここで友達とご飯食べたりとか、夜までお酒飲んだりとかしてましたね。いや、めちゃくちゃ楽しかった。やっぱこのね、開放感のあるここから、こうやって、しかもプライベートルームですからね、完全なプライベートルーム、誰にも邪魔されないところでこう仲間と楽しむっていうね、空気感がめちゃくちゃ楽しかった。もう本当このために僕はここに決めましたね。はい、こんなところにあるんです。もう今もう音を聞いていただいて多分分かりますよね。本当にホンデエリアなんですけど、めちゃくちゃ静かなんです。めちゃくちゃいいでね、ちょっとね、この下もね、ちょっと紹介したいんですよね。どんなところにあったのか、ちょっとこれは後で紹介しようかな。まず部屋紹介しましょう。部屋を、ここが僕の部屋です。いや、屋上の部屋なんでね、やっぱりちょっと見た目はあまり綺麗ではないかな。ちょっと入ってみましょう。開きました。はい、まずこんな感じで部屋が3つこういう風にあるんですね。ここなんとですね、ゲストハウスなんですよ。普通に泊まれます今コロナの状況になって観光客が来れなくなったので、部屋をお貸ししていたようなんですね。短期間で、僕は短期間で部屋を借りさせていただきました。僕が住んでた部屋はここなんですよ、402号。でこっち401はですね、もう荷物置き場にしてました。2部屋あるんですけど、1つは荷物置き場でこっちに住んでたっていう形です。見ていきましょう。こちらがですね、僕の住んでた部屋です。じゃーん、はい、もう今何もなくなっちゃいましたけど、いろいろね、荷物あったんですけど、ここが僕が住んでた部屋です。まあ何畳あるかな、結構狭いですそうだな、6畳ぐらい、いや6畳よりかもちろんある、6でも7畳8畳はないよな、多分それぐらい、本当に狭い。まあ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 、でも十分ですけどね、僕これで。ただ僕10月から住んでたんですけど、10月ここね、窓側日がちょうど当たって結構暖かくて住み心地良かったんですよ、10月頃は。ただここですね、やっぱりここが韓国のオクタバンなんですね。11月12月とめちゃくちゃ寒くなりました。めちゃくちゃ冷えた。ここから冷気がすごい来るのよ。だからここ机をこの向きにしとくと足がすっごい冷えるの。めちゃくちゃ冷える。でこう床ね、ちゃんと大丈夫ですよ。こちらに電気マットですねが下にあるので、これをオンにするとこんな感じで、電気をオンにすると床が暖かくなります。でこのあったかくすれば全然過ごせます。全然問題ないです。なので電気マット使えば冬も全然過ごせました。なので別に居心地は良かったですよ。で電子レンジもあって、エアコンもあって、テレビもある。ポットはよく使いましたね。あと冷蔵庫も普通に綺麗な冷蔵庫です。で皆さんお気づきのように、このオクタバにはキッチンがないんですキッチンなかったんでちょっとね、めんどくさかったですね。自分で買ったレンジをですね、それで友達と外でサムギョプサル食べたりとかいろいろしてたんですけど、まあそれを買って調理をしたりとかしてました。まあちょっとね、めんどくさかったですね。じゃあお風呂場も行きましょう。お風呂場がちょっと問題なんです。問題というか、もうこれもオクタバンのせいですね。はい、あ、そっか、一応401も見ときますか。僕が使ってなかった部屋ですけど、ここはさっきよりかはちょっと狭いかな、6畳ぐらいで、こっちの部屋がめちゃくちゃ寒い。多分こう窓がここしかないんですよ。で日が当たらない部屋なので、ここはちょっと寒くて使えなかったです。ただ夏場はもしかしたらこっちの方がいいかもしれないです。夏場は向こうが多分めちゃくちゃ暑くなるんで、でこっちの部屋の方が多分過ごしやすいかもしれないですね。だからこっちは荷物置き場にして、そんなに使ってなかったですね、こっちは。うん、
はい、でこちらがバスルームです。じゃーん。はい、こちらも狭い。まあまあまあ、でも普通に使えたんで問題ないんですけど、こちらトイレと、こちら洗面台ですね。でこちらシャワー、はい、こちらにあります。でここで僕シャワー浴びてました。でもう鏡に映ってますね、はい、洗濯機がもうこの距離であるんで、まあ狭いですね。どこで洗うんだっていう話なんですけど、はい、こんな感じでまあでも本当に問題はなかったんですよ。10月11月ぐらいは全然問題なくて、11月の頭ぐらいまでかな、うん、お湯もちゃんとあったかいの出るし問題なかったんですけど、11月にめちゃくちゃ寒い時が来た時にもうダメでしたね。めちゃくちゃ寒くて、ここに来るまでが、こっちの部屋からこっちに来るまでがめちゃくちゃ寒くて、あーかんわってなってはい、でここ来ても寒いんで、めちゃくちゃすごい寒かったんで、あかんなと。で、あの大家さんがちゃんと用意してくれました。じゃん。はい、これなんて言うんですかね、電気のあったかくなるやつです。これつけていくとめちゃくちゃあったかいです。あったかいですけど、シャワーこっちなんで来た時にはもう寒いですよね。あんま変わんないかな。トイレする時にこれがあるとあったかいかなっていう感じで、はい、そんな感じです。なのでやっぱ寒い時の奥多摩はこのシャワールームが大変でしたね。これで正直引っ越しを決めたというか、こっちの部屋はねなんとか過ごせるんですけど、まあ、このシャワールームがどうしても寒くて、うん、ちょっと不便だなと。これがもう少しあったかく過ごせてたら僕はまだ住んでましたね。うん、これもねつけてくれたんですけど、しょうがないですね。はい、という形で僕の住んだ奥多摩を紹介させていただきました。まあ本当コロナのせいですね、宿泊施設を運営している方々がたくさんいらっしゃって、そこがこういった留学生とか短期で、住める方用にですね部屋をたくさん貸しているところがありまして、そこを僕はたまたま見つけて住むことができました。もう正直他に奥多摩見たらすごく衝撃を受けます。本当に人が住めるようなところじゃないようなところがたくさんあります。はい、めちゃくちゃ汚いです家賃めちゃくちゃ安いんですけど、めちゃくちゃ汚いみたいな。正直ここ家賃はそんなに安くないです。やっぱりみんなに行ったら高いって言われました。でもそれぐらい払ってでも僕は一回住みたかったので、いい経験が本当にできました。なんといっても外でみんなで食べるバーベキューというか、サムギョプサルだったりとか、あと彼女ともねあそこでいろいろなんか作って食べたりもしたんですけど、あの時間が本当に何物にも変えられない本当にいい時間でした。この部屋をねちょっと引っ越すことになってしまったんですけど、ここ立地的にもめちゃくちゃ旅行をする方にはおすすめです。めちゃくちゃおすすめ。本出の空港線から降りてもう本当徒歩すぐなので、もちろん重たい荷物持って来られると、ちょっとここね4階なので、ここに登ってくるまでがめちゃくちゃ大変ですけど、駅からここの建物に来るまでは結構楽です。ちょっと一回行ってみましょうか外ね。外はですね、まあもう見て分かる人はもうすぐ分かっちゃうと思うんですけど、本当に駅もうすぐそこです。ちょっと建物の下に行きましょうね。こうやってね、ここの階段を登ってこないといけないんでちょっと大変ですね。でゲストハウスがこちらです。ちょっと名前の読み方が分かんないんですけど、カムチャ、カムチャゲストハウスです。こちらですね、僕が住んでた建物、ここの4階ですね。この屋上が僕の部屋でした。で隣はもうすぐカフェなんで、もうここで僕作業したりとかしてましたし、あとここなんかすごいですよ朝来るといつも列並んでるんですよ、人がすごいて。っていうのがこういったアイドルさんのいつも誕生日をお祝いしてるカフェがたくさんあるんですね。今ここ BTS の V さんですね、こちらはすごいですよこういうカフェがめちゃくちゃある。向こう側にもあって朝並んでるんですよ。中に多分写真とかがすごい飾られてるので、だからアイドルファンの方はすごくおすすめかもしれない。朝すぐ並べます、あそこに泊まれば、はいで、まああっち側から僕の住んでる部屋から、はい、もう駅着いちゃいましたね、こっち側に。あ、どうしよう、3分もかかってないな1分2分
くらいで着いちゃいました。はい、ここは6番出口ですね。はい、6番出口です。ここからこの1本裏に行ったらもう家なので、本当に徒歩 2,3 分で着いちゃうところですね。めちゃくちゃ近いで、もうその先ですよ、この奥ですねに行ったらもう本音の繁華街なので、徒歩5分でもう本音の繁華街にそのまま行けちゃう。いや、めちゃくちゃリッチですよだからあの部屋に決めた理由も本当そこですね。屋上とこの立地の良さ、学校からも近いし、はい、っていう感じです。はい、というわけで僕が住んだオクタバンを紹介してきました。こちら本当ね、立地もいいし景色も最高なんで、皆さんゲストハウスとして利用される際はですね、宅配を注文してここで食べるのも最高に美味しいと思います。本当に楽しいオクタバン生活することができました。はい、では今日もハングルノート見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。よかったらまた次の動画もご覧ください。じゃあね。